みなさん、こんにちは。ジョリビチャンネルのジホーと。ミミです。はい、ということで今回ですね、今回はお弁当対決のね、集計が出たということで、早速結果発表していきたいと思います。はい、リベンジの時が来たということで、はい、あのですね、3度目のリベンジ正直ということで私が勝たせていただきました。いやいや、ありがとうございます。勝ってません、勝ってません。まだこれからですよ。ありがとう、皆さん。ありがとう。あ、以前はね、YouTube の中でアンケート機能っていうのがあって、それでやってたんですけど、今ちょっとそのアンケート機能が廃止されちゃってできなかったので、あのインスタのね、ストーリーで、どっちのお弁当が良かったですかっていうのをアンケートっていうか、取らせていただきました。はい、ありがとうございました、ね、はい、本当に皆さん、まあ、24時間ストーリーは24時間なので、24時間の中で集まった総数でやって、はいはいはい、カウントさせていただきました、はい、カウントさせていただきました、はい、ということでね、はい、早速結果発表に行きたいと思います、はい、じゃあもうどうする？志保かリミかっていうか、まず何票かです。何票はね、言わないです。前回も前々回も、何票対何票で、しほの勝ち。何票っていうのはいつも上げてなくて、まあ、どっちが勝ったっていう感じで、さらっといきたいと思います。はい、はい、ということで、勝った方は、はい、違うよ。第3回姉妹お弁当対決の勝利者は、じゃあ、第1位はにしよっか。第1位はにする、うん、で第1位って2人しかいないんだけど、第2位勝利者でいいじゃん。じゃあ勝利者にしようか。はい、じゃあこの第3回お弁当対決勝利したものは、じゃん、レミちゃんでございます。もうですね、もうダブルスコア以上の票の差でリミちゃんが圧倒的でした。圧倒的に勝ってしまいました。でもね、みんな聞いて、1位っていうことは私は2位ってことなんだよ。イエーイ、2位。もうなしくない。しほちゃんはね、3度目の正直はかなわず3敗を喫してしまいましたね。可愛かったじゃん、お化け。何がダメなの？じゃあね、そのね、まあ、レミちゃんかしほちゃんかっていうのでアンケートみたいに取ったんですけど、まあ、優しい方はね、両方っていう書いてくださる方も何人かいて、それは2人に票をね、入れました。優しいです。でありがとう。レミちゃんって書いてくれた人も、でもどっちも可愛かったよってちゃんと一言くれたりとか。ありがとう、みんな。そう、そうで、リミちゃんって書いて、だけどしほちゃんも可愛かったですって書いてくれたりとか、ちゃんと優しい方もいて、でもしほちゃんはもう上手いけど、おかずに対してご飯が少なすぎっていう意見もありました。聞いて、私手が食べるからさ。ということで、ママとしほちゃんは負けてしまわれたわけですけど、敗因は何だと思いますか？負けた原因ですね。だってさ、動物のやつ作ったし、ママが思うに、最初さ、視聴者さんってさ、動物が好きだよねって言ってて、うん、で、動物にするのかなって思ったら、いつの間にかお化けになってて、だって動物って動くじゃん。動物はお化けじゃない。お化け動物じゃなくない？じゃあお化けは何のカテゴリーに入るの？知らん。いやいやいや、そっちの問題じゃなくて、動物って視聴者さん受けがいいよね、じゃあ動物にしようかなって、動物にすると思うじゃんね。思ったよね。お化けは気づいたらお化けみたいな。お化けは脱線しちゃうかなっていう。お化けは動物のカテゴリーなの、私的には。そうなの？初めて聞いたんだけど、そんなの。お化けは動物なの。なんかさ、可愛らしさが足りないんじゃない？お化け可愛い。あら、天使。でもさ、みんなさ、なんかこのリミちゃんのさ、方にはさ、お団子3兄弟弁当可愛かったですって、こう団子3兄弟ハートハートみたいなのあったんだけど、お化け弁当って書いてくれた人一人もいないんだけど。
しほちゃんって書いてくれた人はいるけど、お化け弁当っていうのを一回も書いてないこの表の中で。みんな団子3兄弟はなんか何個かこう団子3兄弟弁当ってこう、もういかにもこうしほりみで選んじゃんじゃなくて、本当にお弁当でこう選んでくれたっぽいのも何個かあって、みんなさ、お化け弁当ってかっこいいよ。ちゃんとハートつけようね。怖い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 からやめて、怖いから。じゃあ次は、でもさ、聞いて、うん、南郷三兄弟弁当も、うん、実質動物じゃないわけ。だからリミは別に、このさん何だ、リミは動物、あ、やっぱなんだろう、可愛らしさだよね。南郷三兄弟食べ物だよ、私食べるんだよ。っていうかさ、単純な方がいいんだよ。リミちゃんのなんかいかにも単純じゃない？団子を3つ並べてもうすぐ分かって、あ、団子みたいに。しほちゃんのこれ何っていう、なんか何これ何これみたいな、芸術の作品かなって。そのなんだっけ、ディスマウンテンじゃないけどさ、ディスマウンテンね、そうそうそう、あのカレー流してるゼルダのやつじゃないけど、言わないとわからないみたいな。けどさ、2個目のさ、桜もさ、春だったから作ったんだよ、単純じゃない？あれなんか桜は桜でなんか、ちょっとなんか、可愛くはなかったよね。リミはなんかさ、リミはなんかさ、ひよこで可愛かったけどさ、なんか、可愛いよ、桜めっちゃ可愛かった桜可愛かった可愛かった。なんか、美味しそうじゃなかったよね。ね、そうピンクで、あ、でもリミは黄色だよ。でも黄色のひよこはなんか可愛らしかったし、なんかあーってなったけど、桜はなんかあんまりこうピンとこなかった。あ、そうですか。なんだろう、チョイスがやっぱ作るチョイスっていうか、なんて言うんだろう、そこがちょっと下手なんだろうね、しーちゃん。桜可愛かった。いやでも負けてますからね、前回もリミちゃんが圧勝してますから。もうね、3戦とも全部リミちゃんが圧勝なんですよ、この対決はいつやっても。でなんでなんだろうね、1年ずつやってるんだよね、うん、4年5年6年で私やってて、うん、リミは2年3年4年、うん、やってるんです、うん、もう1年ずつやってるんですよ、本当に、うん、そうだね、3回1年ごとにやってて、うん、だからさ、また1年後にリベンジだって思ってさ、今回やったじゃん、うん、また負けるっていうね。じゃあ来年またやってどうかだね。来年ね、来年リミちゃんのスペックだけが上がってるかもしれないしね。私だけ、私逆に私だけ下がってるかもしれないから。そうだよね、しーちゃんはまたなんかヘッテコリンな、なんかヘッテコじゃない。私にとっては史上最強に可愛いお弁当を私は作ったの。そうなの、しーちゃんアニメのキャラ作ったら、またレベルが上がるわね。レベルがさ、高いやつなんで作れるわけないでしょ。あれじゃ、海苔とさ、チーズでさ、絵を描いてとか、超細かいやつ。うわ、そういうお弁当、キャラ弁5分の1でやめるやつだ、私が。しーちゃん、そういうの好きじゃないしね。めっきり、ほんとね。はい、まあいいや、とりあえずですね、一応ね、気になってる人いるかわかんないんですけど、はい、一応結果をね、どこで報告しようかなと思ったんですけど、はい、今ね、夏休みで、コロナもね、今すごくて、そうですね、お家にね、いる人もいっぱいいるんじゃないかなと思って、一応動画にしました。はい、はい、ということで、以上、結果発表でした。勝利者インタビューは、そういえば、あ、五輪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 五輪って言われても、オリンピック、あ、オリンピックインタビューね、インタビューとかってこんな感じで、うん、勝利いたしました、今のリミさんの気持ちをお伝えください。だそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。